はいどうも。さて今回は、モダンで黒炭コントロールを使います。黒炭ということで、陰謀弾の要塞と基本の沼を学べースに、主なアドゲンは夜のささやきとアルゲールの団結によるライフ変換ドロー。使ったライフは、魂の消耗や反魂生物で取り返します。単色だからこそ、黒トリプルでも打ちやすい上辺の懇願を採用して、シルバーバレット戦略もします。軽いのでテンポロス少なくサーチできますね。サブテーマとしてはいろんなリリアナを使ってます。彼女たちを中心に、モダン語用達な除去やハンデスも使って相手をコントロール。抵抗力を削いだところで、墓所のタイタンなどのデカ物で殴り勝ちます。それでは対戦の方に行ってみましょう。先手もらいます。マリガンなしでキープです。夜のささやきで後続土地も引けそうだし、マナカーブも良さげ、かなりいい初手ですね。沼を得てエンドします。相手山を置いて、ゴブリンの先達召喚。プッシュがある時はむしろありがたいぐらい。先達パンチで、トップから土地ゲット。致命的な人押しで除去します。沼追加して、夜のささやきで2枚ドロー。赤相手のライフ支払いやっちゃ嫌ですが、まあ回復で取り返せるでしょう。相手フェッチから即サーチ。白赤ギルランショックイン。大陥落の幻霊召喚。探査除去で問題なく処理できますね。と思ったらもっといいの引いた。探査用に墓地も肥やせるし。フルモードで打ちますか。2枚コストは。1枚は囲いとして。もう1枚は滅び、かな。バーンはそんなに生物いないでしょうし、いても残忍な切断1枚あれば大丈夫かな。集団的蛮行フルモード、ハンデス除去ドレインします。幻霊でバーンもらうのでライフ的には差し引き0。ハンデス候補は、打ち込み、ヘリックス、精進猛火。2体も生物残ってるの気になりますけど、まあなんとかなるでしょう。ハンデスは軽い溶岩の打ち込みで、相手の回復とかほぼ関係ないですからね。除去構えでエンドです。ファストランド引いてきましたね。総員の即総召喚。戦闘入り。火力打つようなら除去します。打たないなら幻霊用に持っとくかな。1点のままで残り17。大陥落の幻霊2号。残忍な切断で除去りましょう。元ゴマ7なので幻霊バーンには引っかかりません。ベリアナ引きましたね。じゃあそっちにしときますか。ベールのリリアナ召喚。マイナス起動で布告除去。即操作らせてエンドです。ギルランセット。ヘリックスでベリアナ除去。2対1交換で十分仕事しましたね。陰謀弾の要塞セット。ささやきでドローします。神門打って精進の猛火捨てといてもらいましょう。そしてエンド。稲妻本体で12。リリアナよりもいいの引けましたね。オーダー頭蓋設置します。最近トークンに装備でエンド。相手投了です。ささやきのライフ支払いぐらいなら、バーン相手でも大丈夫そうですね。ハンデスをライフ使わない方に変更。重いところを減らして、除去兼ライフゲイン手段に変えます。今度は後手です。これまたいい初手。蛮行もあるし、マナカーブも完璧。相手ファストセットから、先達召喚。今度は後手なのでワンパンもらいますね。トップはタイタン。沼置いて、プッシュ構えでエンド。フェッチ置いて、即起動。白赤ギルランショックイン。即送召喚。打ち込みもらって残り15。2体アタック、先達トップは、シューターですね。即走をプッシュで落とします。先達2点で残り13。沼置いて、再びの蛮行フルモード。これやっぱバーンにめちゃ効きますね。コストは、重たいところかな。3マナまでしか見えてないし、滅びとタイタン捨てます。先達除去して、ボロチャを捨てさせて、2点本体ドレイン。相手フェッチセット。安らかなる眠り設置。リアニっぽく見えましたかね。多少墓地利用もしますが、効くってほどでもないです。メタガイ使うとこういうワード取れることありますね。ベリアナ召喚。相手スタックフェッチ、山サーチ。ハンデスしてもすぐ火力消費されそう。このターンチューターだったかな。お互いハンデス起動します。稲妻でベリアナ忠誠度減らし、相手にマナ呪文か土地なら悪くなかったですが、結果的に損してる。ベリアナは除去扱いで抱えておいた方が良かったみたいですね。女王への懇願打ちます。自分の土地枚数以下のコストを持つカードをサーチ。今なら3マナ以下のカード。単純に土地持ってくるか、ドローできるカード持ってくるか。ライフ残ってるしささやきサーチします。ベリアナは起動せずエンドです。相手フェッチセット。エンドしてこちらのターン。ささやきでドローします。ライフ残り13。沼置いて、神門どうせいらないし、ベリアナプラス起動。相手使わないなら土地ですかね。精進猛火でしたね。エンドにフェッチで、赤緑ギルラン。相手ドロー5でエンド。除去ですね。どれも捨てたくないので、起動せずエンドします。相手土地セット。起動してサーチ。ギルランタップイン。ちょうどいいところに来ました。土地伸ばしたかったのです。闇の領域のリリアナ召喚。プラスで沼をサーチ。早速セットして、エンドです。ベリアナのプラスともシナジーしてますね。膠着時には悪くないです。マイナス起動が2か、初期忠誠度4ならもっと使われてたんでしょうけど。相手幻霊を召喚。そしてエンドでこちらのターン。領域リリアナで沼サーチ。基本の沼持ってきまして、ベリアナ使い切って布告。幻霊除去して、沼追加し、ベリアナに号機召喚。捨てる沼あるしプラス起動で、相手は土地捨て、エンドします。裂け目の稲妻で領域の方に3点。フィニッシュ手段引きました。領域から沼増やして、セットして、ベリアナ扇は目指さなくて大丈夫そうなので起動せずエンド。相手即総召喚。ベリアナを攻撃。そっちなら別にいいかな。そのままもらいます。忠誠度3に減少。と、ここで相手投了ですね。あとは沼ひたすら持ってきて扇からドレイン打つだけ。やばそうなら回復で使っちゃってもいいですし。要塞引ければそちらでもいけますね。最初基本沼3照度忘れで、アーボーグとコンボジャとかを持って黒緑で構想してましたが、途中で気づいて黒単に組み直しました。沼だけで3照なら誰か組んでますわな。黒単となってんちゃ、ファクトにほぼ触れないのが気になるところです。白力戦とか初手で貼られたら結構積む気はします。全増爆弾で頑張るしかないね。それじゃ今回はこの辺で。また次回。ご視聴ありがとうございました。